象を飼うとしたらなんて名前をつけますか？何がいいかな？おはこん。おはこんばんは、セガンドブレンのセイゴです。で、今回は以前インスタグラムの方で私の質問コーナーを集めたので、そちらをやっていきたいと思います。で、本当にみんなたくさんの質問ありがとうございます。で、今日は早速それに答えていきたいと思います。で、質問に答える前なんですけど、今この着てるシャツね、これちょっと自分が好きな歌手のトロイ・セバンっていう歌手がいるんですけど、その人が出してるシャツで、これをね買うと全額コロナウイルスのために全部お金がそちらに行くようなので、今回買いましたね。今この状況の中でね、頑張ってるみんなお疲れ様です。まだ先は見えないんですけど、頑張っていきましょう一緒に。で、あとこれこれね、今日ブレンがこの間買ってくれて、ね、マイクらしいんです。今までも普通にマイク使ってたんですけど、この方が結構声を拾ってくれるらしいので、よりもっとクリアにみんなに自分たちの声を届けることができるのかなと思います。実際ね、この動画初めてこれ使うので、みんな音の違いとかなんかあったらコメントで教えてください。はい、じゃあ早速質問コーナー答えていきます。最近将来のために始めたことってある？本当に身近な将来だけど、ちょっとね、体を鍛えたいとか、夏に向けて頑張りたいってことで、筋トレと、あとは自分なりに携帯で調べて、ちょっとしたヨガとかやっています。体が結構硬いので。セイゴさんは何でも美味しく食べるイメージですが、甘いもの以外で絶対に食べれないものはありますか？特にないかな。マンネリにならないように心がけていることは、動画でも結構言ってるけど、結構スキンシップをすることが自分はいいのかなと思ってます。なんかもうルーティンのように、なんかご飯食べる前はなんかいただきますのチューだったりとか、乾杯の時にもそうだし、あと寝る前起きた時とかも、そういう風になんか決まってるんですね。それを毎回やるようにしてたり、あと行ってきますの前はちょっとハグしたりとか、そういうスキンシップの数を多くすることがいいのかなと思います。英語を話せるようになるにはどうしたらいいですか？これも結構ねいただく質問なんですけど、本当に人それぞれ勉強方法はいろいろ変わってくると思うので、自分なりの勉強方法を見つけるしかないと思います。結構自分がやってるのは、なんか前動画にも出したけど、そのディズニーの音楽をなんか英語で学んだりとかしてます。それは自分がねディズニー好きだからできることで、ディズニー嫌いな人にはそれはねちょっと勉強方法は当てはまらないと思うので、自分なりの勉強方法見つけられたらいいですね。本当？この方が見えないね。ありがとう。神様が何か一つ変えてくれる、直してくれるなら何？差別とかがない世界に変えてください。Do you like apple? I like apple. YouTube に出演しているアメリカでの友達ってどうやって知り合ったんですか？基本的にはみんな、その今友達になっている人たちは、その友達からメッセージを送っていただきました。それが YouTube だったり、Instagram だったりとか。で、今オハイオに住んでるんですけど、インスタグラムの方で自分たちもオハイオに住んでますとか、自分たちも同じカップルですとか、そういう風なコメントとかをいただいて、じゃあ会ってみましょうみたいな感じで会いました。みんな結構コメントをもらってそこから会ったりとかしてますね。自分は結構そうやってシャイなので、自分から声かけるってことはなかなかできないんですけど、だからね、みんな声かけてくれて嬉しいです。面白い海外ドラマ&映画はありますか？これツイッターでも言ったんですけど、最近ネットフリックスの Dead to Me っていうやつにハマっています。結構面白くて、サスペンスのような、コメディのような、ヒューマンのような、いろいろなコンテンツがなんかミックスしてる感じなんですけど、1話が30分で結構サクサク見れちゃって、今シーズン2まで出てるので、ぜひ家にいて時間があるって方は見てみてください。面白いと思います。Will you do a new cooking Will you do a new cooking blog? Maybe, yeah, we will. Because we have nothing to do else. オハイオ州のいいところ。オ
ハイオ州のいいところ、あでもオハイオ州っつってもやっぱりいろんな場所があるんですけど、自分たちが住んでるのはなんかそのオハイオ州 の、 あのコロンバスっていう州都に住んでるんですけど、あのだからねいろんな美味しいご飯が食べれるところかな。しかもなんか、まあ、アメリカってのもあるし、特にオハイオなのかな、なんかいろんな人種の人がすごく住んでて、あのいろんな教会もあったり、なんかいろんな文化がすごく混ざってるんですよね。だからそのいろんな人たちがそのいろんな国の料理のお店を出してるので、だから本当にご飯は飽きないです。まだまだ行けてないお店もいっぱいあるので、本当にねみんなにこうやってあの YouTube でいろいろ紹介したいんですけど、ちょっと今この状況なのでちょっとなかなかね紹介できないんですけど、まあ、この期間が終わったらぜひまたブログでいろんな美味しいところご飯を食べに行ってみんなに紹介したいと思います。 What is your phone wallpaper? 携帯の待ち受けはブレンさんです。こんな感じ、ちょっと見えないかな、奥にいますよねブレン。ちょっとメールとかいっぱい溜まっててあれなんですけど質問じゃないですがダイエットしています、応援してください。ダイエットほどほどに頑張ってください。新卒ですが彼氏の国で就職したいです。聖子さんはどのようにアメリカでお仕事を見つけましたか。まあとりあえず英語はそこまで喋れなかったから、絶対日本語と英語どっちも使えるような仕事をしようと思って、まあ、あの今はその日本食のご飯屋さんで働いてるんですけど、それがでも一番良かったですね。まあ、最初から英語のところにボーンって行くのもやっぱりすごくなんか英語能力がすごい一気にガンって上がると思うんですけど、まあ、自分の場合はなんか日本語もちょっと喋れて英語が喋れるところを探してそこに行ったので、まあ、それでもなんかすごく英語はすごく上達したなと思います。だから、まあ、本当に英語に自信ないっていう方だったら日本語プラス英語で喋れるところで働くのがおすすめかなと思います。で慣れてきたらね、まあ、英語だけのところで働いてもいいのかなって思います。17歳の時何を考えたりしていましたか、将来のことなどなど。17歳の時って言ったら高校3年生とか2年生の時、特に何も考えてなかったし、まあ、とりあえず大学に入ることだけを考えて出ましたね。将来何になりたいとかどうするかってことは具体的には考えてなかったです。なんでとんでもないほど可愛いのありがとう。おはこん、以前の動画でアメリカの免許証を公開していましたが、教習を受け直し手続きで可能。あとねこれ多分州によって違うんですけど、私が住んでるこのオハイオ州はあの別に何もしなかったです。あの日本を出る時に日本で一応国際免許を習得してあのアメリカに来たんですけど、アメリカでなんかオハイオ州に住んだ時にあの、まあ、そのオハイオ州のルールを見たら、その国際免許証を教習所に持っていけば自動でもうアメリカの免許証に交換してくれるよということだったので結構簡単に行きました。でも州によってはあの受け直しとかペーパーテストとか多分やんなきゃいけないところもあると思うんですけど、オハイオ州はなぜかあの日本人の方は優遇されてるんですね。質問というよりコメントなんだけど、聖子くんの長い髪可愛いんじゃない、切らないでほしい。本当？でもね昨日あの髪切るねハサミとバリカンとすきバサミとかこの切るためのクリップとかを買っちゃいました。だから近いうちに髪の毛を自分で切ると思います。てかまあブレンに切ってもらうと思います。ブレンの一番好きなところ、もうね何回も言ってるけど優しいところ、いろんな優しさがあるけど、まあ、自分は結構その動物とかあの植物とかあのそういうものを大事にするところが好きだなと思います。自分も結構まあ動物とか好きだけど、まあ、ブレンと出会ってからはなんかあこんなに動物とか命を大切にする人がいるんだって思っちゃいました。あの植物とかもねしっかり毎日あの世話したりで、ちょっとなんか枯れてきたらなんか鉢を植え替えようかとかそういう風に感情がねあるので、なんかいいなと思いました。まあ申し訳ないけど自分はなんかそのね今までなんかまあ植物もいいなと思ってたんですけど、なんかそこまでなんかブレンほどケアをしてこなかったんですよね。あ枯れちゃった残念っていう感じだったんですけど、まあ、ブレンは枯れる前からしっかりとケアしたりとかそういうこともしてくれるので、なんかあ優しいなって思います。ゾウを飼うとしたらなんて名前をつけますか、何がいいかな。ゾウ、まだ行ってない場所で行きたい県はしたいことは過去日本で、
うん、でもね、行ったことのない県に行ってみたいです。なんか最近ね、よく広告で出てくるのが富山県とか、そこら辺なんですよね。とか結構富山県とか行ったことないし、自分本当に他の県とかあんまし行ったことないから、なんか何があるんだろうってことを確かめに行きたいんですよね。だからね、日本にもし住んでたら、なんか日本のあちこちの県行って、なんか動画撮って、なんかこういうところがあるよ、こういう美味しいものがあるよっていうのを動画で撮影したいなっていうのがちょっと夢ですね。日本人としてアメリカで生活していて、日本よりいいところは何？まあ自分が今その接客業で働いてるっていうのもあるので、まあ接客の仕方とかが結構好きですね。まあ人と人で、お客さんと従業員が結構このほぼ平等のところにいるってところがいいですね。だからなんか自分たち店員さんも、なんかこれは違うとか、それはなんかできないってことを結構強く言えますね。日本でも自分ずっと接客業してたんですけど、なかなかね、お客さんが完全に間違ってるのに自分の思ってること言えないこととか結構多々あったんですよね。それ言っちゃうと、まあお店のイメージが崩れちゃうとか、なんかその上の人にね怒られちゃうから言えないってことは多々あったんですけど、まあこっちで働いてみて、まあ場所にもよると思うんですけど、まあしっかりと悪いことは悪いとか、そういうのを言えるのがいいなと思います。今後やってみたい、してみたいことはありますか？聖子くん大好きです。これからも頑張ってください。ありがとうございます。今後やりたいことか、せっかくアメリカに住んでるから、なんかアメリカのいろんな違う州とか旅行とかしてみたいなと思います。まあ引っ越しとかして、なんかそこの違う州に住んでみるっていうのも楽しそうですよね。だからそういうこと、まあもう日本にね、今どうせ帰って住むことができないなら、まあ、ね、今やね住んでるアメリカを十分に楽しみたいなと思います。以上です。はい、じゃあ今回の聖子の質問コーナーは以上になります。またね、こういう、まあ、ブレンだけの質問コーナー、自分だけの質問コーナー、2人での質問コーナーっていうのもちょくちょくねやっていきたいと思うので、みんな楽しみにしていてください。じゃあもしこの動画面白いと思ったら、高評価の方とチャンネル登録の方お願いします。あと私たちのね、新しい洋服のグッズとかいろいろ出てるので、そちらの方も概要欄の方からチェックしてください。ってことで、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。